周回クエをね交互にやってたんですけど、やっぱ効率悪いなって気づいちゃった。今回からもう里クエ一気にやっちゃおうと思います。いっけー、はじめまして、イサネミクニさん。スプラやってたからさ、こうやって動かしちゃうんだけど、コントローラーまずいまずい。刀剣ってさ結構動きもあるからさ、自分が何し、どこで何してるかわけわかんなくなるんだよな。すごい長い。いいぞ。え、もう切れたんだけど。今日の尻尾はこちらです。あ、尻尾いただきたいです。そうだった、私は尻尾に命をかけてる女でした。よいしょ、尻尾届かねえな。あ、やった。はい、尻尾いただきました。さあ続いてのクエスト行っちゃいましょう。飛びかがち行きましょう。うん、なんだこの一目線。お、早い早い早いんだよね飛びかがちって。うん、かわいいし、ちょっとトカゲみたいな感じなんかな。自然まといて、おお、うわかわいい。なんかさあライトボウガンにしてみました。早い敵にはねやっぱついていけなくなっちゃうから、ライトボウガンで。上っぽいな。あ、いたいたいた。どうも、はじめまして。標的見つけたりだ。えい。おお、早い早い。相変わらずの速さで。おお。よかったかも、ライトボウガンで。結構急所が長いわ。顔面と尻尾かな。おお、飛んできた。ほう、おお、おわ、いいねいいね、当たりが気持ちよし。ほう、危ない。ここです、尻尾が弱点でもあるんで。よいしょ。おお、危ない危ない。おやー、これビリビリしてるね、このトゲみたいなのが。おお、あれ、もしかしてもう逃げちゃう。昇竜ですか、もしかして。縄張り争い、違うわ、昇竜でした。さあやりましょう。うーん、ちょっと頑張って、毒を食らえ、ドドン。そしてまた毒を食らってくれ。ザー、あ、やばい。えいえい。もう一回大きい技やって、超攻撃もう一回できるんじゃないか。これで、超攻撃を、あ、いや違う、もう大技、大技いこう。よし、オッケーオッケーオッケー。ドンとオッケー。で、これを出して、いいねいいね。あー気持ちいい。おー、でかかったね今ダメージ。おお、飛んできた。おお、危ない危ない。いいねー、あー尻尾がやっぱダメージが大きいです。あー気持ちいい。これでもっとね装備が強くなれば、もっと強くなるんで、貫通装備が。早く装備整えて。この辺に逃げたのでは。あ、いたいたいた。はい、どう、待った。わーい、わーい。
コバル飛んでくるか。ガンガン行くよ。うわーすごい弱点に入る。なんかピンオレンジ色の表示が多分弱点表示なんだと思うんだよね。いいですね。おお、お友達も頑張ってくれている。いいよ、V 破壊ナイス。うわよしよしよし、大丈夫大丈夫、 OKOKOK。 しっぽしっぽ縦に当てたいね、やっぱ。あ、やばいやばいやばい、いけ。いやー、あ、なんだー、なんか違う人が倒れてる。この手前のやつかわいいんだけど。俺何が起きたみたいな感じになってる。あ、待ちつ、よいしょ、来るぞ。いや、逃げろ、何か来るぞ。ダメだ、リロードで固まっちゃうから一回。仕掛けてくるぞ。まずい、もう弱ってる弱ってる、このまま行くんだ、頑張れ。よいしょ、自分のタイミングだ。オッケーオッケーオッケー、受けれてるよ、いいよ。あ、やばい、なくなった弾が。ワッチ、このまま早く終わらそう。逃げないで、逃げないよね、それ逃げないよね。ナイスナイス、逃げないで、頼む、逃げないよね、逃げないよね、さすがに逃げないよね。いやー逃げちゃうか、結構粘ったんだけどね。寝てる、寝ているが、はい、地雷の餌食でございますと。はい、終わった。はい。はい、地雷最強。さあ、続いて、最後の方ですね。あ、どっちにしよっかな。こっちにしよう。ラングロトラ。これで、チャークでいきましょう。うん、コロコロ結構厄介なんだよね、この子。しびれる系だから、おお、ボーリングのような。こんな顔してたんだ、ラングロトラ。さあ行きましょう。チャーク久しぶりだな、使えるかしら。いましたいました、どうもっと。あ、これどうやってやんだっけ。あ、チャージアップためなきゃいけないか。よいしょ、どうやってあれガードするんだっけ。こうか。あ、これね、これをしびれさせるあのおならです。こっちでも、こっちもしびれさせます。あー、ダメだ、やばい、久しぶりでマジチャークよくない。よいしょ、やばい、これまずい。おー、おならが臭い。おならくさいよー。
いたいた。危なっ、痛い。むずいねこれさ、ずっとおなら臭いんだけど私。あ、やばい、前はガラ空きなんですよこの人。やばいやばいお前ずっと臭い。なんでその中途半端に高いとこにいるの、やだ。あれあれ、ちょ寝てるこれ、違うよね。やばい、避けられた。はあ、チャークの難しさがわかるね、ほんと。えい、ナイス。うわ、気持ちが入った。えい、えい、チャージは OK。 ちょ、チャージで、よし、OK。 よし、素晴らしい。この絶妙な段差を使って、これね、微妙に上がれないのよこれよいしょ。追いかけるとしよう。あ、いねなった。はいや、登んの。この上にいそうですね。うん、いた。えい。ダンダンダン。これさ、ガードをしたいね。次。なんだそれ。気をつけて。来るぞ。あ、それ当たるんか、その場所。よいしょよいしょよいしょ。もう一発当てたい、頼む。あー、逃げた、まずい。おえいや、ドヒャー。おお、危ねえ危ねえ。やーべえ、やられた。おーおーおお、コロ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 、危の。おお、ちょっと気持ち悪いことしないで。うん、来るね。逃げたいのよ。オッケーオッケーオッケー。ここです。すぐさ転がってっちゃうからさ、当たんない、絶妙に届かない。頑張れ頑張れ。ドンドンよっ。うん、絶妙に届かない。これ当てたい、これ当て、あー、絶妙に届かない。お、ナイス。えいえいえい、これは絶対当たる。えい、ナイス。よし、弱ってるよ、弱ってるからしびれ玉出ないね。ん？どこ行った？えい！いいよ。もう一回当てて、体験にして、当てたい！これ！いけ！あは、微妙なところに当たった！もういいよ。転がってるよ。1、2、3で。これね、甲羅が硬いんです。お、やったー、なんとかクリアしたわ。さあ来ました、百竜夜行。百竜夜行かー、やだな。
そうだ、マガイマガドが出たんだった。今回マガイマガドを討伐しなきゃいけないわけ。マジか。さあ緊急具合いきますか。ではご覧ください。あ、普通のマガイマガドじゃん。さあ来た。城の申し、あ、光だけが見える。鬼人なりて、火の玉ってやつですかね。あれに誘われて来ちゃうのかな。なんだ、獲物かと思ったら、てかあんなに見えないもん。よーく見てみたら、透明だけど、あ、尻尾か。いやーイカチー、怖っ、やばイカチー。さすがっす、マガイマガド先輩。さあ行きますか。まあでも一回確か周回クエの方でねやったよね。周回クエよりかはまだいけるから多分。さあもう目の前にいるんじゃないですか。いましたね。戦いましょう。尻尾もください。刈らせてもらうぜ、尻尾まで。うわ強い今の。よし、よし、いいよ。とってもいい感じです今のところ。えい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 、いい感じいい感じ。いいよいいよ。あいつもついてこれてないよ。よしよし、あーダメだ。よし、ダダ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 ーンと。いいよいいよ。早いには早いで太刀打ちしていこう。来る来るぞ。オッケーオッケー。おおおお、やばい。あ、大丈夫だ。えいやっとい、あ、なんか僧侶できた。なんか思ってたんと違うな、もっと強かったよね。いやでもこれチャークで戦うのは無理だわ、やっぱり早いから。オッケーオッケー。はっはっは。えい、やばい、尻尾が欲しいのに失敗した。尻尾攻撃ミスった。うわ、いいよ大丈夫、自信持っていこう。ちょっといいよ。ここで尻尾あれでいく。尻尾攻撃していく。尻尾よっしゃー。今日は尻尾でですね、気持ちいいですね。逃げたか。ここか。言いました、上からどうも。はい、やってきました。えいやいやいや、うわー、この背骨のさところを一周当たっていくのが気持ちいいよね。これ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 、はい、気持ちいい。いいよ。なんか勝てそうな気がするよ。一回もダウンせずに。よし。いや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 、あー、これ気持ちいいやつ。今
すごく気持ちよく入った。この背骨をこう入っていくやつね。ぐる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 っと。いいね、調子いいよ今日は。双剣のこれ回復した方がいいかな。大丈夫か。よいしょ、今だ。よし、ナイス。顔、あ、ちょっと顔入れてこ。お、ナイス。しびれ。うわ、気持ちいい。なんすかこの背骨をくるくるっていける感じ。わあ、めっちゃ気持ちいい。ああ、気持ちいいこれ。なんかちゃんとした双剣の使い方をしている気がする。どう、あの双剣使いの皆様、私の双剣いかがですか。ちょっと成長したのでは。素晴らしい。よし、いいよ、気持ちいいよ。うわー、気持ちいい。ドゥ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 。あ、ちょっと失敗、やばい。一回回復しよう。ブヒャー。ついでに言ったら、あの刀ちょっと研ぎたいけどね。無理か、さすがに。一回ちょっと落とし穴で落とし、落ち着いてもらおうか。なんか食った。ここで一回落とし穴。さすがに逃げちゃうかな。飛んでくるっしょ、あの人なら。あ、逃げそう。あ、待って、逃げそう。おい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 、そんな。あ、それ逃げそう、マジで逃げたね。せっかく落とし穴で。あ、やばい、なんか、なんで麻酔玉とか出してる。さあ、おそらくですが寝てる。あやつは体力回復をするために寝ておる。ほらな。はあ、爆弾の餌食ですよ、そんなところで寝たら。ほいほい。あ、ちょっと待って、待って、それはちょっと聞いてない。ちょっと、一回。よっしゃタル爆弾で、討伐しました。やったー。ちょっと、あの誰か来てたけどね、一瞬。お、あ、なんか動画入った。よけど。あー、マガイマガド倒したからね。ザース。お前こそ真の強者よ。ザース。はい。ただいま。マガイマガド狩猟したんだよね。そうなんですよ。僕たち佐藤さんに言われて考えたんだ。かわいい。よりか。自分たちにできることってなんだろうって。うん。でも、そうだね。僕はお供のお世話しかできないし。いいのよそれで。私はお団子作るしかできないんだよ、ね、いいのよそれで。でもさ、伊織くんがお供のお世話をすれば狩猟がうんと楽になるし、うん、私が美味しいお団子を作ればみんな元気で笑顔になるよね。もちもちの論です。里を守ることにつながるかなって。かわいいね、うん、良い答えだ。カムロの若者はみな聡明で頼もしい。では、私は里を守るという受付嬢のお仕事に戻りますね。僕は広場に。私は茶屋へ。はい。さあ、新しいお団子作るぞ。マガイマガド団子。いいね、作ってくれ。よくぞ我が任務を果たしてくれた。です。礼を言う。です。
け取れ。いらん、使えん使えん、そんなん。それ何？カムラの里に代々伝わる宝刀だ。ほう、マガイマガドから里を救ったお前に譲ろう。あざーすいいから受け取れ。えっけーな。ディティールには少々重たかったのだ。いや、レディの方が絶対重たいだろう。さあ、片手で持ててるじゃん。なっが重たそうこれで肩が軽くなったわ物理的にめっちゃムキムキじゃん、右玄先生。あんな腕ムキムキなのにお、とりあえず一番最初のエンディングかな、これは。これ見る？どんぐらい長いのかな。とりあえず一番最初のなんかラスボスみたいなのがマガイマガドなんですよ。まだまだストーリーは続くので、これスキップしていいですか。ちょっとあの見たい方は皆さんあの個人で楽しんでください。はい、マガイマガドは狩猟したが、まだ多くの数多くのモンスターとクエストがお前を待っているぞ、まだまだ続くよという、まだ星5のクエストだからね。確か星7まであるかな、 8?7 か8ぐらいまであるから、まだまだです。はい、太刀ゲットしました。そんな感じでとりあえずマガイマガドをクリアしました。やっぱね、里クエから進めていくのがいいですね。すいません、なんか今までグダグダと。当時も私里クエ全部終わらせてから周回クエストやった気がするもん、まあ、そんな感じでね、次、また里クエ頑張っていこうと思いますので、また次が気になるよという方はぜひ高評価、そしてチャンネル登録していただけると嬉しいです。また次の動画でお会いしましょう。お疲れ様でした。